はい、リプレイのピアノ伴奏についていろいろお話ししていきます。よろしくお願いします。最初にお断りなんですけれども、はい、私ピアノを始めたのが高校になってからでして、両手で弾けるようになるまで譜読みにすごい時間かかっちゃうんですね。スラスラ両手で弾きながらレッスンできればいいんですけれども、なかなかそれがおぼつかないので、主に片手で弾きながらお話ししていくと、そういった方法でのレッスンをお許しください。夏の NHK コンクールもほぼほぼ終わって、もうブロックコンクールにどんどん入ってるわけですけれども、もう全国各地で優秀な演奏がたくさん聴かれたわけですよね。はい、まあその一方でこの曲を学級合唱で歌ったりするときに、まあ役に立つことが喋れればいいかなと思います。よろしくお願いします。まず前奏ですが、この部分で一番最初のテヌートですね、このファですけれども、このファを結構引っ張り気味に最初思わせぶりに弾いた方がいいです。これをトントーンといくよりも1、2、3みたいに少し引っ張り気味に弾いた方が雰囲気が出ます。ですのでこのテヌートのファは次のフレーズから分離されてますよね。ですのでしっかりブレスを取って、このファを響かせてから次のここに行くぐらいの考えで弾いた方が、はい、この曲の雰囲気感が出せると思いますよ。はい、でポコルバートなんですよね。カチカチと、拍子で刻むように弾くよりはちょっと遊びを入れながら、ただまあポコルバートですから、あんま粘っこくやりすぎないようにときてと入りますね。このタッターンで雰囲気を変える感じです。ランランラララン、ランララン、ランララランラン、ダタンタンみたいに、レガート系の音楽からアクセント系の音楽にパッパンパーンってちょっと雰囲気を変えると、なんか目を覚ますみたいな感じでもいいかなと思います。で次のこのスタッカートが軽くティータってきつくならない、ティーラッターンって次のアクセントでちょっと外れるような感じにして、ここでちょっと落ち着くような感じ。 NHK コンクールの曲って結構前奏で、まあコンクールの場合ですけれども、評価されることが結構あるんですよね。特にこの曲の場合はわずか4小節なんですけれども、その間にドラマがあるわけですよ。そのドラマをしっかり伴奏者が感じて、その世界観を作るというような考え方で練習してほしいなと思います。ララ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 ラタタンタンランランタタンティヤタンティラララン、このファ、このファですけれども、ピアノの音ってのはまあどう弾いても弾いた後にクレッシェンドって絶対できないわけですよね。にもかかわらずこのファに対して小さいクレッシェンドと小さいデクレッシェンドが書いてありますね。これはこの雰囲気感を作ってほしいという感覚ですね。ピアニストがこう弾くのとでは、あの見た目って結構音に影響するんですよね。特に打楽器の話なんかだと、トーンと叩くとこれは2分音符とかになるわけだし、トンだと8分音符になるわけだし、みたいにして楽器の音をモーションで表現したりするような、まあ、習慣がついてるわけですよね。まあ、ここは似たような感覚で、ある程度モーションでこのクレッシェンドデクレッシェンドっていうのをちょっと表現するようなものだと思ってください。で歌が入るところですが、みたいなところは軽くクレッシェンドをかけれるといいかなと思います。リプレイ巻き戻せない、リラララララみたいなところは書いてないんですけれども、アルトについてるピアニッシモからのクレッシェンドに同期してランティラララララってやると、アルトと一緒にクレッシェンドするというような感覚がいいかなと思います。練習番号 B から指示事項が出てきますね。はい、 B の部分はビートを掴んでです。ここ気をつけなくてはいけないのは、やっぱメゾピアノっていうことですね。ここ結構気持ちよくガン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 ちょっと言ってしまいがちなんですけれども、結構音量的には控えて、はい、先生によってひょっとしたらここも弱音使ってっていう人もいるかもしれませんね。
しっかり押し出して、まあ、サビに推進力を与えると。はい、この四分の二拍子のガッガのところ、ここでこの音で合唱団にさあどうぞみたいな気合を入れる、そんな音だと思ってみてください。 C からがまあ伸びやかにの指示があります。 B の部分でチャッ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 と結構盛り上がってきたところなんで、ここ早くなりすぎ、早くなりやすいところなので、まあ、そこ注意してほしいなと思います。ちょっとテンポに気をつけながら伸び伸びと表現できるように弾いてあげてください。はい、で続く歯切れよくの指示なんですけれども、ここ左手注意してください。このレガートが、まあ、記号で言うとスラーが、このミーレがレガートで、このレーフラットは単独のスタッカートです。ですのでティアラではなくてティアタティアタ、次のファファミもファファミファファミと言わずにファファミ、すごく細かい表現なんですけれども、まあ右手の部分もティアタティアタにならないようにティアタティアとタをしっかり分けて、とっても細かいニュアンスなんですけれども気をつけて練習してください。で歯切れよくと言いつつ右手がテヌートなんですよね。これを右手が一緒にスタッカートしないように気をつけてください。 B の部分で言い忘れたんですけれども、 B のところの右手の音型もタッタッタヤララタッタッティアラッタ、これがタッタッタヤララララみたいに、ここまでこうレガート引っ張らないようにして、タッタッの後ティアララ、これでワンセットで次のタッタが出てくる考え方、タッタッタヤララララ、勢いでレガート引っ張らないように気をつけてください。でこのこれがティアララって流れないようにティアラのワンセットで、ティアラターン、ティアラの後にターンが来る感じですね。はい、この手のポップス系の伴奏はこういったところが結構ありますので、はい、この細かい指示をしっかりよく読み取ってビート感を出したりグルーヴ感を出したり、まあ、気をつけて練習する必要があります。まあ校内合唱コンクールなんかだとそこまでこう精密に、まあ、審査をしたり、まあ、演奏評価されるようなことがあまりないんではないかと思いますけれども、ピアニスト、まあ、伴奏者という言葉は私あんまり好きじゃないんですよね。ピアニストがどれぐらいしっかり譜面を読み込んで弾こうとしてるかという姿勢が合唱団には影響しますので、時間と労力の許す範囲ではありますけれども、しっかり譜読みをしてもらいたいなと思います。まあ、2番は1番とほぼ同じ指示が続くわけですけれども、中サビの部分、練習番号というと H、 ここはピアノパートには特に指示はないんですけれども、合唱のクレシェンド、あるいはデクレシェンドとシンクロした表現になってほしいんですね。ただここはですね、まあ、先生によってはピアノは淡々と弾いてと、特にね、あの合唱とシンクロしないでピアノも淡々とす何の強弱もつけずに平らに弾いててっていうような人もいるんですけれども、私はどっちかというとこういう部分も合唱の笑いたい、泣きたい、怒りたい、叫びたいというような表現と一緒にやった方がまあ効果はあるかなと思うんですね。はい、まあそこは先生によるまあちょっと考え方の差が出るところなので、まあそこは相談しながら仕上げていってもらいたいなと思います。まあ最もその次からしっかりクレッシェンドがありますので、合唱と一緒に盛り上げてメゾフォルテ、さらにクレッシェンドしてピューフォルテ、まあ盛り上がりを作っていってほしいです。一番最後の部分ですが、3小節ピアノが抜けてアカペラになる部分に続いて、右手にメロディー入ってきますね。このこのメロディーですけれども、あたかも歌ってるような感じ、ピアノで弾いてるというよりは続いて歌が僕らの奇跡と入ってくれるように、歌とのつながりを意識した右手のメロディー、そんなことを心がけて弾いてもらえたらなと思います。すいません、私が本当に両手でスラスラ弾ければもっといろんなこと喋れるんですけれども、結構中途半端なお話になってしまって申し訳ありません。どの曲についても言えることなんですけれども、例えばクレシェンドが出てきてるときは合唱より早めにクレシェンド始めること、合唱と同じタイミングでこうクレシェンドがあるとしても合唱より一呼吸前にクレシェンドを始めると合唱団に対する合図になりますので、クレシェンドについては少し早めに始める、これを心がけると結構表情の豊かな伴奏になっていきます。デクレシェンドなんですけれども、ピアノのデクレシェンドはあまりこう徐々に
小さくしていくというよりは、極端にストーンと一瞬で落とすみたいにした方が合唱に対する合図にはなりやすいです。特に K の直前のいう高音のところのデクレッシェンドですけれども、はい、もうここなんかはほとんどフォルテピアノと同じような扱いでぐらいに、もうフォルテからデクレッシェンドというよりフォルテピアノぐらいにストーンと落とした方が有効の引きが表現できるので、クレッシェンドのちょっと早めにに対してデクレッシェンドは急にストーンと落とすと、まあ部分にもよりますけれども、まあそんな、まあそんな弾き方で、まあ合唱がリードできればいいかなと思います。あるいは合唱と一緒に歌っていくという演奏ができればいいかなと思います。はい、今回は以上です。ありがとうございました。また会いましょう。さよなら。どうも。